サイドのスペースを狙います。前を見て脇坂、股抜き、サイドチェンジ、少しアウトにかけてマルシーニョ、1対1仕掛けてカットイン。脇坂からの展開でした。トランジション局面重要だなっていうのは、ここも入れ口よく狙って守備入ってるんですけども、ここをかわせたんで次の展開が生まれましたし、展開するキックも含めて川崎のレベルの高さ見えるんですけども、ガンバの選手もしっかりここまで動けているところはいいと思いますね。はい、ただ外されたらもう戻らなきゃいけませんから、そこから